はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第856回をやっていきたいと思います。今回は乗数効果の2ということですね。まあ、例えば今、縦軸が総需要総供給で、横軸が国民所得という、まあ、グラフを作っているんですけれども、ね、この原点からの、45度線は総供給ですね、まあ、国民所得と同じということになります。国民所得が増えれば、まあ、それに伴って、増えていくということですよね。でこっちの方は、ね、総需要というものを表しているということですよね。まあ、消費プラス投資プラス政府支出を表しているということになります、ね、でそれを仮に、ね、例えばここの投資の分を例えば10兆円増加させると、まあ、単純にこう上の方に、上がるわけですよね。で新しい、総需要の、ね、直線が、引かれます。そうすると最初は総供給イコール総需要で、まあ、ここで均衡してたわけですね。国民所得が、ここで均衡してたわけですけれども、ここの投資、企業による投資を増やしたことで、まあ、ここを10兆円上の方にこう上げると、今度はここで、釣り合うということになりますよね。だから国民所得がここから、ここ、Y1 から Y2 にこうね、増加するということがわかります。そうしたときに、例えば投資を10兆円増やしたら、なんか10兆円増えそうなんですけど、実は10兆円じゃなくて、何倍か、20兆とか30兆とか40兆。それはもう限界消費成功ですね。の数字によりますけど、まあ、結局1マイナス C と言った時のこの C がですね、例えば 0.5 だったら1マイナス 0.5 で 0.5 なので、まあ、結局ね、その分母の1マイナス C がまあ 0.5 ということになれば、まあ、2倍ですよね。でももしこの数字がもっとね、小さくなればなるだけ、大きくなればなるだけ、ね、乗数効果というのは大きくなるということになりますよね。まあ、だから10、投資を10増やしたら20増えたり、投資を10増やしたら30増えたり、投資を10増やしたら40増えたりするということですよね。こう掛け算で、均衡国民所得は増えていくと。でこの掛け算でこう、ね、投資の効果というのが現れてくるのをこう乗数効果というんだと。でそれは前回説明しました。でその乗数効果ってじゃあね、実際そのね、数式とかグラフだったらそうだったとしても、実際どうしてそういうふうに、例えば10兆を増やしたら10兆じゃなくて10兆を増やしたら20兆とか10兆を増やしたら30兆と、なんでそんなことが起きるのかっていうのをこうちょっとね、想像しやすくするために、まあ、一つの、ね、例を挙げてみたいと思います。実際はこんなふうにね、分かりやすくはないわけです。もっとね、複雑なんですけど、まあ、あくまでもこんなイメージという感じでね、やってみたいと思います。例えば A 社が設備投資で1000万円を受注しました。要するにこう設備投資が増えたんですね。消費プラス投資プラス政府支出のこの設備投資というのが、まあ、例えば1000万円分増えましたということですよね。そうすると、ね、ちょっとここの部分っていう、ここの部分っていうのをこう拡大してますけど、ね、この総供給と総需要とで10兆円増えした、この新しい総需要ですね。で、こことここっていうのをこう均衡してるっていうのを、ね、ちょっとこう拡大しています。こっちの方、この線っていうのがこれです。でこの線っていうのがこの線ですね。でこの線というのがこの総供給ということになります。でもともとはここで均衡してたと、もともとはここで均衡してたということですね。でそこで例えば1000万円、ね、発注しました。 A 社が B 社に対して設備投資で1000万円発注しましたということですよね。要するにこう投資をこう1000万円分増やしたということになります。でここ縦上がりますよね。で1000万円分投資を増やしましたということで、投資を増やしたわけですから、ここが、まあ、グッと、ね、ここがグッと上がるということになります。そしたら B 社が1000万円分生産を増やしますとね、1000万円発注しました。だから受けた B 社は1000万円分生産を増やしますと。でそしたら生産を増やすということは今度はこっち行きますよね。生産を増やすわけですから、こういうふうに生産を増やしますということですよね。でそして1000万円分売上が、 B 社は売上が1000万円分上がったわけですけど、仮にですね、まあ、実際はそんなことないんですけど、まあ、ちょっとね、分かりやすくすごくこう単純化して、仮にその1000万円を全部従業員に分配したとしますと、ね、これすごく極論ですし、実際現実的にはそんなことはないですけど、ただまあ分かりやすく、ものすごく話を単純化、極論化して、ね、1000万円分
ね、受注して生産増やして、その1000万は全部従業員に分配したと、します、ね、そしたら従業員は、まあ、1000万円ね、結局もらうことができたわけですけど、そのうちの8割の800万円を別のお店で消費しましたと、ね、まあ、例えばこの限界消費成功が 0.8 ということですよね、まあ、この例だったらね、従業員は8割の800万円分のを別のお店で消費しましたと。1000万もらったんだけど、そのうちの、ね、200万は貯蓄に回して800万はもう使っちゃいましたとしますよね。そしたら今度は受注したお店は800万円の生産を増やすと、ね、結局その800万円をお買い物してってことは、結局その、ね、受注したお店は800万円分生産を増やしますと。そしてそのお店が仮に800万を今度は従業員に分配して、その、ね、800万円のまた8割の640万円がまた別のお店で使われるというような感じですよね。でそうすると、まあ、設備投資を発注、生産増やす、また買い物する、生産増やす、買い物増やす、する、生産増やすということをやっていくと、まあ、ここに到達するということですよね。そうしたときに最初の1000万円の投資が引き金になって、供給及び国民所得が連鎖的に増加している。一番最初1000万だったんですけど、1000万発注しました、1000万生産増やしました、ね、そしたら1000万円のうち800万円を、ね、お買い物しました。そしたらお買い物を受けたお店がまた生産を増やしました。でまたそこで従業員の人たちが、まあね、所得が増えて、でまたその増えた所得をで何かを買いました。そして生産を増やしましたっていう感じで、一番最初の1000万円っていうのが呼び水になって、こう連鎖的に、ね、結局こう国民所得っていうのが増加していく。だから結果的にここからここに到達するということですよね。ここだったわけですけど、ここに到達する。だから1000万増やしたから1000万増加したわけじゃなくて、ね、こういうふうにこうその後っていう形でずっと消費なり投資が続いていくので、まあ、結果的には国民所得は例えば10増やしたら10じゃなくて20とか30とか40とかっていう感じでこう増えていくものなんだと。でそれはどれぐらい増えるのかっていうのは、この限界消費成功の大きさによるということですよね。人が何か所得が増えた場合に、ね、例えば所得が1単位増えた時に、一体その1単位のうちのどれだけを消費に回すのかということですよね。でたくさん回せば回すだけこの乗数効果っていうのは大きくなると、ね、人々がすごくこう、ねね、貯金をしないでどんどん、ね、所得が増えたら増えた分どんどん消費に回していくということであれば、まあ、10増えたら20、30、40、50みたいな2倍、3倍、4倍みたいなのが働いてくるということです。まあ、逆にこの、ね、限界消費成功がすごく小さくて、ね、所得増えたんだけどあんま使わないということであれば、その乗数効果もあんまり働かないということになるわけですね。まあ、あくまでも今回はイメージです。実際はこんなに単純ではないですけれども、イメージとしては1000万円増えた、受注した企業が生産増やした、でまた何かお買い物した生産が増えた、でまたお買い物した生産が増えたっていうような感じで、こうお金がねこう社会の中をこうぐるぐる回っていく間に、ね、どんどんこうね、生産が増えていくと、ね、お買い物をすればするだけその受注した お店が生産と販売を増やしていって、国民所得が上がっていくと。でそれは10増やしたら10増えるんじゃなくて、10増やしたら20、30、40という形でこう掛け算でこう増えていく効果があるということですね。でそれがこう乗数効果なんだということです。はい、今回の動画はですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。